このタイミングじゃなければキノコ尽くしってなんか美味しそうなんですけどね。そろそろ秋ですし。はい、ということでマップ右上ミニマップ上青のプロトスがナナシ選手、そしてマップ左下ミニマップ上ピンクのテランがシメジ選手という形で、決勝トーナメント第1試合のうちの1試合ですね。ここからは BO3 になります。はい、シメジ選手スペシャル出ましたね。出ましたね。 SCB 明らかに早いです。おかしいです。これは相手の陣地近くのプロキシでのリーパーですね。このタイミングですね。もうガス掘り始めるんじゃないかなと。はい、バラックス茂みの裏にしっかりと。でまだこれさ50になっても多分 HCB やっぱ作んないですね。ガスの75待ってますね。さあ75になりました。ガス行きましたね。茂みの隣なので、はい、プローブではもちろん見れない。はい、しめじ SP 出ましたね。まさにキノコ尽くし。キノコ尽くしなのになぜかチーズ合わないですね。キノコにチーズ合わないですね。さあここで実は IRC 上でナナシさんがシメジさんに対してリーパーやめてください、バンカーという風になったのですが、はい、安心のリーパーオーダー、安心のリーパーオーダー、安心のこれバンカーですね。ですね。安心安定バン、おっとここでバンカーどうでしょうかね。プローブでの SCB が沈むのか、ね、いや修理してますね。指名選手沈むかと思いきや、ヒットポイントギリギリ。これは殴りに行かずに修理に行ったのはナイス判断ですね。ナイス判断ですね。さあ走行してるうちにリーパー、しかしこの時点で、ナナシ選手は相手のベースにバラックがないのはもう見えているので、あとはすでにこの二人はあの前回の最悪の時点戦っていることがあるんですよね。おお、なるほど。でその時に指名選手見事にこのオーダーっぽいのをやったらしく、なるほど。おっとここでゼロナガで確認、確認しましたね。しかし場所が分かってももうリーパーは出る。おっとバンカー、ピアキャスト取りくずだそうです。取りくず、さあこれバンカー立てようとしてますがもうリーパー登場。これかなり時間稼ぎできましたね。さあリーパー登場。おっとゼロットで SCB を殴りに行ってバンカーはストップ。しかしその間にプローブが沈む沈む沈む、2匹ダウン。そしてリーパーはジーロットに強い。さあ引き打ち、ジーロットが一発も殴れない、ま、ようやく一発。さあジロットが先に沈む。さあ2体目の SCB はリーパー2体目殴れてない、バンカー殴ってしまっている。さあバンカーが完成、ストーカー出たが遅すぎた。 SCB ヒットポイント10で健在、しかも中にリーパー2体入っている。おっとこれはストーカーを殴って、ああストーカー殴りましたね今。さあこの時点で SCB はダウンしたので修理はできないんですけれども、おっと射程がストーカー有利、ストーカーの射程6でリーパー確か5なので届くはずなんですが届いてないよ。しかしパイロンダウン、これは大きいですね。さあここでリーパー逃げる、リーパーの射程4、リーパーの射程は 4.5 なために 0.5 足りなかったですね。さあリーパー3体でここでマローダー。さあこのまま、しかし SCB を追加していないしめじ選手、このままアーベトルコマンダーに行きましたね。先にやはり SCV 通過するよりもアーベトルコマンダーに行けるのが早ければ早いほどミュールに行くのが早くなるですね。優先しましたね。さあ裏を開けてるのはストーカーで確認ですが、レンジユニットしかいないのでこれはハラスできないです。この時点で裏開けられるのは大きいですね。なおかつリーパーにマローダー付き、マローダーこれは逃げやすい、そしてマローダー2体対ストーカー2体、この時点ではほぼ互角なのですが、そこプラスリーパー、これはうまくマローダー壁、この辺りうまいうまい。
さあ残り1投が1。あーしかしこれはおっと入った。これはいやーワープゲートが開発できてるのが救いなんですが、それでもちょっと厳しいですね。追加のおっと追加のマローダ止まってしまっている。しかしストーカーダウン、プローブダウン、厳しい。リーパーは止まりませんね。マローダ一体止まってしまってるのが気になる。こっから2体1体止まってます。今気づきませんね。気づきました、ね、しかしかなりプロトズフード的に見てもと思いきや、フード的にはほぼ互角ですね。 SCB が止まってるのでそこが大きいですね。しかしここでパイロンが壊れてしまうと思いきやプローブ狙いに行きましたね。いやでもここはプローブで正解ではないでしょうか。ある程度のストーカーはわー厳しい。マローダ強すぎる、強すぎる。マローダこれは止まらない、止まらない。一度数で上回られてしまうと止められないですね。マローダもう3体いますし、スローももせん、もう前々から研究してたために止まらない。4体目これでもうワンショットでプローブ枯れる火力で、とにかくやはりパイロンさえ、パイロン潰れるのが早すぎる。アーマータイプに非常に強い。さあここでジーロと呼びましたが、数が数が、しかし HP 低いやつうまく狙っていくかと思いきや、これやはりマローダーも止まらない、止まらない。これはリーパー払ってきれいに決まって遅らせてですね。でこのさあパイロン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 ダウン。あーこれ決まりましたね。 GG1 点目は清水選手。マローダー強すぐる。リーパーですね最初の。あれもリーパーでしっかり決まりましたね。ちょっと対応遅れましたね。相手のベース見れたのが十分早かったんですが、やはり即ストーカー行かないと止まらないと言っても厳しいですね。ですね。ということで、次の試合はしめじしめじしめじ選手、これトーナメント表テランですらなくなってますね。テランですらなくなってますね。ひらがなでしめじ。ということで、次のマッチはしめじ選手がマップを一つダウン、そして残ったマップ8つのうちから七瀬選手が好きなマップを選ぶという